おい、また前回までならすじだ。松金組若頭田村恭平はモグラと通じている。その仮説を裏付けるかのように八神は行く手を阻まれる。町中に張り巡らされた羽村の監視網は予想を超えて根深い。孤立無援の八神へわずかに差し伸べられる手だが、夜はまだ明けない。おお、チャプター3だ。あ、なんかチャプターに短かったね。ピストル強盗だって。なんかもうこのタイトルからしてやばくない、今回。ああ、前回の続きだ。そう、さっきね、助けてくれた人が最後に仮面取ってね、どっか行っちゃったんだよね。わ、ターボを捕まえるまで帰ってくんじゃねえぞ。町中しらみつぶしにしろ。うわ、まだ探してんの。仮面のガキ決まってんだろ、あいつもだバカ野郎。うわ、やべえよこの人。え、バレないよりね、八神さん。あ、行っちゃった。え、海藤さんに助け求めんのかな。早く出た方がいいぞ、海藤さん。今松金組に見つかるとまずい。あ、そっか、海藤さんも狙われる可能性あるね。え、海藤さんもしかしてもう襲われてる？取り込み中か。やばくない？海藤さんやられてる可能性あるよね。え、どうすんのこれ。海藤さんが事務所にいたらまずいな。松金組の手が回ってるはずだ。そうだよね。なるほど、これで急いであれか、事務所に戻るのかな。海藤さん大丈夫？まだ捕まってないよね。いる？海藤さん。はっ！よう。幽霊マン？あ、海藤さんすげえ怪我してる。ふっ。八神か。久しぶりだな。え、これ立ったことあったっけ？お前、東か？あ、知ってる人なんだ。東、渡る？渡るさんでいいのかな？松金組の東、海藤さんが組にいた時可愛がっていた射程でいいのかな、これ。頭の命令で来たんだと。お前を探し回ってる。もう来てんのか。あ、あの人は相当モグラに触られたくないらしい。なら手引くのか。うちをコケにした頭が怒ってんだよ。ますます手を引く気なんてないね。おお、一切引かない気だ。叩きの出る幕じゃねえんだよ、バカが。おかげで俺らまで面倒に駆り出されちまった。いいじゃねえか、頭に尻尾振んのが今のお前の仕事だろ。頭は芸才すりゃたっぷり餌をくれるんでね。あんたと違って尽くしがいがあるんですよ、怪盗の兄貴。前仲良かったんでしょ。俺はもうお前の兄貴じゃねえ。そうでしたね。手下連れて帰れや、東。今日のところはそうします。あ、帰ってくれんの？やっぱあんたに手出すときはこっちも殺す覚悟でいねえと。なら次が楽しみだな。いや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 、怖いよ。もういい、行け。でもすごいね、この人数相手に。なんとかあれだね、勝ったんだね、海藤さん。あ、でも事務所めちゃくちゃにされてるよ。前にも言いませんでしたっけね、疫病神を略して八神です。すぐに手切った方がいいですよ。なんてひどい略し方。東よ、少し見ないうちに悪い顔になったな。あ、悪い顔してんな、確かに。うせえよ。これ絶対諦めないでしょう。東をつけてきてくれねえか。え？俺が組抜けてからあいつに何があったか、今どうなってるかが知りて。ああ、前とは別人だ。あ、そんなに違う人になっちゃってんの？さっきあいつがここに来た時、俺は一瞬誰かわからなかった。あ、そうだったんだ。お前の言う通り悪い顔になってた。前そんな人じゃなかったの？行ってくる。なんか格好からして前から悪そうだけどね。
依頼料は払うぞそんなのいるわけないだろ。それに羽村の情報も手に入るかもしれないしな。せっかくおとなしく帰ってったのに尾行すんの？てかまた尾行か。なんか最近あれだな。え、誰だ？カイトさん？え、カイトさん？あ、カイトさん！もしもし。痛そう、顔が。こっちの窓から東が歩いてくのが見えた。あいつは今一人だ。中道通りを右に折れてった。中道通りを右だな。わかった。頼んだぜ。え、右ってこれここを右でいいの？あ、いるいるいる。ちゃんとあれだね、地図に。まあ、え、マーク出てるけど、いる？どこで？あ、お電話してる。てか、一緒にいたお仲間は何？先に帰っちゃったの？うわ、まあ、てか、今までの尾行で一番怖くない？これ。え、そんな堂々と行くの？え、どこ向かうんだ、これから。まあ、しかもなんかもう、こう、あの人尾行するの嫌だよ。てか、人多いな。これまたあれだよね。隠れながら。でもさ、今回はさ、向こうが自分のお顔知ってるからさ、ちょっと見られただけでもおしまいな気がするんだけど、大丈夫かな？今まではね、八神さん、え、待って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 。え、めちゃくちゃ見てるじゃん。あれ絶対バレたでしょ。今一回隠れて、がっつり見てくんじゃん。え、でも今んでバレないんだ。意外とあれかな、抜けてる人なのかな。まあ、見失わない程度に、距離を空けて、あ、いるね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 。ちょっと待って、ちょっと急ぐか。大丈夫？ちょっと、あ、でもそこ多分隠れられるっぽいね。あ、来た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 。え、これからなんだろう。なんだよ。なんだよ。え、あ、電話してんの？よく聞こえたね、この距離で声。すぐに行く。どんだけでっかい声でお話してんの、あの人。なんかすぐ行くって言ってたね。誰か誰か。え、待って待って待って。あ、走り出したぞ。これ初めてのパターンだな。尾行で向こうが走り出すって。やばい、これちょっと急がないと。すぐ見失っちゃう気がする。あ、いるいる。あ、でも走ってからすげえ目立つな。あんまりでも近寄りすぎる。待って、隠れるとこあります？これ。あ、そこかそこか。いや、これ絶対バレてるでしょ。あ、大丈夫だ、大丈夫だ。気づいてないよ。気のせいか。あ、また走ってる。え、なんかあれだね、よっぽど、あ、やばいやばいやばい、見失い見失い。よっぽど急いでるんだな。あ、いて、あ、やべやべ、看板乗り上げちゃった。隠れるとこないけど大丈夫。なんだろ、立ち止まってんの。あ、てかこれ今頭の上の看板すげえびっくりした、一瞬。すげえ言葉書いてあるかと思っちゃった、これ今看板。え、なんか動かないけど、なんで。え、なんか全然あれじゃない、止まってない、なんで。え、これここに行っちゃダメな感じ。あ、ここ隠れるか。あ、なるほどね。え、なんか絡んでるよ、誰かに。兄貴、あの、こいつらが。え、お仲間なんだてめえ。あ、別のあれか。え、あ、なんかビビってる。うせろ、こいつやべえ。ち、行くぞ。ああ、この人なんかあれなんだ、やばい有名なんだね。ありがとうございます、兄貴。ああ、なんか助けてくれって連絡が来てたのかな。あいついい兄貴だな。ちょっと見直したわ。あ、まだ尾行続くの。あ、やばいやばいやばい。え、入社の後で目の、ああ、よかったよかった。なるほどね、途中で絡まれてる人あれか、助けてあげた感じか。どこで、バイカーラさまのどっかに向かっているってことだよね。あ、走ってたのはあれか。お電話で、助けてくださいって言われてたからあれか。急いでたのか。え、待って、まだ見えてる、見えてるよ、見えてる。あ、やばい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 。あ、あった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 。気をつけろ。あ、待って。すみません。あ、絡んでる、絡んでる。
え、喧嘩になんないよね。うわ、ちょっとぶつかっただけですげえ喧嘩吹っかけてたぞ今。てかこれ見えそうだけどね、この位置。大丈夫かな、追っかけて。私まだまだ見えてるね。どこ行くのこれから。でもあれだね、なんかさっきの人はね助けてたりして、なんか意外といい人なんじゃないの、もしかして。あー、どこ行くの。え、コンビニ、あ、お買い物してんの、もしかして。あ、うまく隠れてるね、ヤガミさん。なんかあれかな、おか、え、ねえねえ、な、なにあなたたち、え、ごめん、双子校の人たち、え、見失った、え、どこ行った。あ、あ、いる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 。てか何このお兄さんは。あ、なんか向こう行っちゃったよ。あ、買い物してんな。何買ってんだろう、コンビニで。これ出てくるまではあれ、あ、来た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 、これバレないバレない、大丈夫大丈夫、これすげえ近いよ。あ、大丈夫だね。あ、バレなかったバレなかった。あ、てか自転車が邪魔で通れないのか、この人たち。あ、よし行こう。お姉さん、ちょっとくるって回ってった方が、てかね、みんな引き返してくね。まだいるよね。あ、いた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 。次あれかな、車の影に隠れる感じかな。あ、なんか怪しいとこ入ってってんな。どこまで行くんだ。甘えんぼってお店がある。可愛らしいな。なんかお店あるのかな。え、え、え、確かに引き返してこないよね。すげえうろちょろ。ちょ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 、邪魔お兄さん。あ、いった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 。やばい、これ入っちゃって見失っちゃう。あ、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 石井もこの人あの人かと思った。ずいぶん行くじゃん。あ、また立ち止まったね。おっと、尾行完了。え、なに、どこ行ったのこれ。なんか急っ、え、居酒屋さん？ゲームコーナー、シャルルだってなんだろう、これから。意外とあれかな。音ゲーとかやんのかな、この人。お顔に似合わないけど。お、カイトさん連絡か？カイトだ。東は公園前通りのゲーセンに入ってった。心当たりは？よく行くのかな、ゲーセン。ああ、シャルルって看板が出てる。昔、俺が組から任されてた店だ。今はあいつがやってるってことか。あ、この店をやってるの？やってるゲーセン？実は裏カジノとか。そういうこと？たまにヤバい取引の場所に使ってたがよ。普段はガキでも入れる普通のゲーセンだ。あ、そうなんだ。なら俺も行けるところまで行ってみる。おう、ちょっと待てよ。え？そこまで広い店じゃねえんだ。店入る前に変装してった方がいい。またあれか。なるほど、変装か。わかった。ドンキホーテでなんか買いに行くのかな。あれ、これ変装ってさ、これ自分でやるんだっけ。アイテムだっけ。あ、あったあったあった。え、これ何でもいいのかな。張り込みスタイル。でもこれ、あ、え、これどれがいいんだろう。これ目立つよね。張り込みスタイルで行く？もうなんか、ちょっといかちいやがみさんになったけど、これが一番バレなさそうな気がするけど、大丈夫？間違えてないかな？どうしようこれ。溺れた瞬間にバレたら。あ、なんかガチャガチャまであるし。あ、本当に普通のゲームセンターなんだね。なんかお客さん全然いないじゃん。あ、いた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 。あ、いた。え、タバコ吸っていいのここ。バレない？大丈夫かな？あ、あー、なんか叩いてるぞ、この人。え、なに？あ、壊れちゃったの？100円飲まれちゃったんですか？あれ、まあ、後にしろ。今、仕事の話中だ。かわいそう。でも。うるせえ。あっち行け。なんて態度だ。悪かったな。よかったら、これで遊んでってくれ。え、優しい。ありがとう。え、この人いい人なんじゃないの。すげえ優しいけど。あ、ふーって。
てかこの人ひでえな、せっかくね話しかけてくれ来てくれたのに、なんかどっか入ってっちゃったね。え、どうすんだろうこれから。え、これ普通に入っていくわけじゃないよね。様子を探るって書いてあるけど、え、こっから何出てくるまであれかな、待ってんのかな。あ、ちゃんとゲームだ。え、これ遊んだりできないのかな。あ、さすがにあれか、それはできないけど、え、これ何ガチャガチャできんの。このまま探偵事務所に帰ったんじゃ海藤さんに報告できることが何もないな。そうだよね、まあ、確かに。やっぱり見張るのかな。え、これ何してんのこの子。これ何のゲーム、初めて見たんだけど、こんなゲーム。これ話しかけるのかな。あー、でも話しかけられるわけでもないけど、え、どうすんのこれ。これ扉入ってっていいのかな。おい、何やってんだ、そこは入るな。まあ、そりゃそうだよね、怒られるよね。え、これもしかして何、出てくるまでここで待つってこと。これ誰かな。あ、てか普通にゲームで乗っちゃってるよ、八神さん。怒られそう、これだけで。え、これガチャガチャはできないのこれ。え、これすげえやりたいんだけど。あー、でもなんかここ来るとこれ出ちゃうんだよな。あ、来た来た来た。カプセルトイがある。懐かしい。ガキの頃思い出すな。デコレーションを、ん?デコレ、え?デコレオーシャンシーズン2、1回300円か、買ってみるか。買えるじゃん、これ。え、一回やってみようか。え、何のガチャガチャなのこれ。はぁぜ。あ、お魚。なんじゃろオーシャンってそういうことか。え、でも一回だけ、やったけど。え、でも何かお話が進むわけじゃないんだけど、どういうこと?これでまた行こうとしたらあれでしょ?怒ら、あ、え?入んなっつったろ!てめえ!あ、やばいやばいやばい、あ、あ、でも進んだぞ一応。おい、待って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 、店員さんだよ。待って待って、お外でめっちゃ、こっち見てなかった。すげえ見てんじゃん。え、まさかの何?この店員さん、あ、なんか意外と強そうだな、この人。なんかちょっとかわいそうだけど、あ、ぶっ壊しちゃったよ、ゲーム。絶対高いでしょ。てか、この人弱。一瞬で倒しちゃったけど。なんかすげえかわいそうな気がする、この店員さん。東さん、妙な野郎。バレちゃう、バレちゃう、バレちゃう。あ、どうぞ、帰ってった。ヤガミ、てめえ、俺をつけたな。つか、なんて格好してやがる。なんて格好してやがる。まあそこはそっとしといてくれ。何のつもりだ、何しに来た。海藤さんがお前を心配しててね。心配だと。自分を慕ってた射程がすっかり別人みたいだってな。悪い顔になったさっき言ってたもんね当たり前だ、俺はな極道なんだよ。あれにはさっき優しかったよね。悪ぶってるだけだろ。はあ?さっきお前が子供に見せてた顔、見覚えがあるよ。ねえ、さっき本当に優しそうだったよね。やっぱり根っこは変わってない。海藤さんを兄貴って呼んでた頃から何もな。なら確かめてみるか。もっと喧嘩はもういいって。そうだ、やめよう、ダメだよ喧嘩は。どうしてもっていうならすぐに出てくよ。腰抜けが相変わらずだ。俺らが最後に会ったのはもう1年前か。あ、でも1年前に会ってるんだ。海藤さんが破門にされた日。あ、1年前って言ってたね、そういえばね。あの時お前は泣いてたよな。え、泣いてたの。もう1年前。え、ここで何があったかとうとう分かるってこと。ヤクザの金庫が強盗に襲われる、そんなまさかがあるなんて普通は考えない。すげえとこ狙ったね、強盗も。事務所の当番だった海藤さんもそうだ。取られた組の金は1億。1億。海藤さんもいきなり銃を突きつけられちゃどうしようもなかった。これなんか仕組まれた。え、待って待って待って、てめえら何やってんだ。
責任者にけじめつけさせてるとこです。親父、指で済む話じゃねえだろ。それで俺の金が戻んのか。いえ、ですがけじめですんで、やらねえことには示しがつきません。じゃあその指一本で1億ですか。ターボ、なんだお前は。俺と一緒だったんでな。何やってんだよお前。1億の小指だろ。落とす前によーく見とこう。ヤカミさん、そんなのんけのこと言ってる場合じゃないよ。笑えるだろターボ。でも頭、取られたのは1億ですよ。それが指一本で済むんですか。こいつはとりあえずのけじめだ。とりあえず。じゃあまだ他にも何か。当然よ。怪盗は今日限り破門だ。あ、これでなっちゃったの。怪盗の兄貴が。お、親父、俺は泣き入れて済む額じゃねえ。親父もお分かりですよね。こうするほかねえって。え、でも強盗だから仕方なくない。本家の耳にも入ってますんで。本家に。本家、ずいぶん手回しがいいな。ありがとうございます。これ仕組まれたんじゃない絶対。じゃあ海藤さんは本当に。仕方ねえ、波紋だ。今この時、この瞬間から。そうだ。なら指詰めんのはなしだ、海藤さん。あ？何勝手なこと言ってんだてめえ。指詰めんのは極道のけじめのつけ方でしょ。でももう海藤さん仇ですから。部外者は引っ込んでろ。組長が海藤さんを仇だとそう言ってんですよ、頭。ターボ、いらねえことすんな。海藤さん、こいつは男のけじめだ。俺はもうとっくに腹くくってんだよ。よせ海藤。もうてめえは子分でもなんでもねえ。ああ、よかった。ほら、仇の小指なんざ受け取る気はねえぞ。え、よかったけど。親父、これなんか強盗仕組まれてるっぽくない？この人に。絶対怪しいよ、この人。あ、てか、この時本当に優しいお顔してんな、あの人。あの時、親父は兄貴を助けたくてお前を連れてきたんだろう。だがもうあの状況だ。波紋は避けようがなかった。それでお前はできる限りの弁護をしたってわけだ。あ、弁護もしたんだ。おかげで頭にはずっと目つけられてるよ。でもお前はうまいことやったな、東。頭に取り入って出世したか。このゲーセンも前は海藤さんが仕切ってたって。てめえに何がわかる。動揺してるな。痛いところを突かれたってわけか。今の松金組は全部頭が牛耳ってんだよ。海藤の兄貴がいなくなって、親父は少しずつ勢力を崩されてった。兄貴さえ組に残ってりゃこうはなってんだよ。お前はそれを見てただけか。頭が組を乗っ取ってる間ずっと。たった一人で何ができんだよ。言うはやすしだ。そうだな。そういえば松金組から取られた1億、あれどうなった。確かにどうなったの1億。金は戻らずじまい。犯人も逃げたきりか。なんか怪しいよね。てめえには関係ねえだろ。だよな。絶対あの羽村って人仕組んだでしょ。
あ、終わり。事務所に戻るか。海藤さんが待ってるはずだ。ってこと、これ誰か報告をしに行くのかな。海藤さん、見てきたよ、ちゃんと。あ、てか、海藤さん、怪我大丈夫？よ。お顔すごい真っ赤っかだけど。ああ。例のシャルルってゲーセンに入って、東とも会って話した。尾行がバレたのか？いや、こっちから話しかけた。どんな感じだった？まず、今の松金組は、おやっさんも羽村の頭を抑えきれてない。それで、東も頭の言いなりになるしかないってことらしい。そうか。ただ、実際話してみて。東はそこまで昔と変わってない気もしたよ。そうは見えなかったかな。東がもし変わったとすれば、あの拳銃強盗で海藤さんが破門されてからだ。でも結局あの事件は何だった？まだ松金組の中でも未解決のままか？どうしよう。これお金の行方気になるよね。1年前、海藤さんが組を破門にされた時、あ？事務所の金庫から1億、拳銃強盗にやられたんだったよな。それがなんだよ。結局その始末はどうなった？海藤さんは何か聞いてるか？なんか知ってんのかな。金は東が回収したらしい。例の綾部から聞いた情報によればだ。回収したの？東がどうやって？さあな。もっと詳しく聞きたきゃ20万出せって言われて。20万はでかいな。その時は持ち合わせがなかったんでな。それっきりで。じゃあ綾部に聞けばいろいろわかるわけか。金はかかるぞ。やつは今ならテンダーにいるはずだ。またテンダーか。なるほどね。他もいろいろ聞いてみよっか。せっかくだし。羽村の頭がこの先どう動くか。またここに押しかけてくる。そいつは時間の問題だ。場所がバレてるからね。次はマジで俺らをやりに来るかもな。そこまでされるような真似したかね。本当だよね。それだけモグラに触られたくねえってのが一つ。あとは何より頭は俺らのことが嫌いだ。まあそれ間違いないね。こないだ頭に無罪取ってやったのって俺らだよな。そうだよね。報われないね。ほんと報われないよね。海藤さん、東とは全然会ってなかったのか。今日破門されて以来久々だ。あ、そうなんだ。俺と行き来すりゃあいつが頭に目つけられる。迷惑になっちまうと思ってな。そっか。ああ、なるほどね。ということで、あれかな、またあれか、テンダーか。テンダーに行って、20万円払うってこと？でもね、お金払えばなんか情報が知れるっぽいから、じゃあ次回ね、そのテンダーに行って、またね、綾部さんに行ってお話を聞きに行きましょうか。ということで、じゃあ今回はね、ここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方ありがとうございました。